HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの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 窓から、こんばんは、堀安まどかです。藤上舞です。そして本日のイベント MC の小雪です。あなたがお聞きの放送局は FM 福岡、そしてここからの時間はHKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどからをお送りしていきます。今日のイベントはキャナルシティ博多の開業20周年の記念イベントとして行われる HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどからの公開録音イベントです。それでは本日最初のメッセージをご紹介します。渡辺さんネーム、お待たせしましたバラ一本さんからです。ありがとうございます。ございます。まどかさん、まいちゃん、そして小雪さん、こんばんは。こんばんは。まさか公開収録なんて、しかもゲストは推しメンのまいちゃん。はい。これが読まれている頃、間違いなく自分は収録現場にいると思います。かっこ笑い。こんな機会を与えてくれた皆さん、また出演してくれているメンバーに圧倒的感謝。以上、今現場にいるファンの気持ちを代弁させていただきました。ではでは、おとなしく公開収録を見学させていただきますというメールです。全然おとなしくないですけどね。めっちゃ目立ってますけどね。すごい、小雪さんのうちは、すごい。なんだかすいません、ありがとうございます。すごいですね、しかし、手作りなんですね、うちはね。あら、嬉しいですね。なんか不思議な感じだよね。こうイベントみたいだけど、でもこれが電波に乗っていろんな方に聞いていただいてると思うと不思議な感じいたしますが、いつもお便りいただいたファンの方のお顔をこうやって目の前で見ることができないので、すごい公開収録ならではだなって思います。あー、さすがでございます。大人だな、まいちゃん。さあ、はい、それではまどかちゃん、もう一ついきますか。はい、読んでいきます。渡辺さんネーム、エクレルさんからです。はじめまして、初めてメールします。4月9日の NGT48 劇場で行われたシアターの女神出張公演、昼公演が当たったので行ってきました。初めて劇場で公演を見たのですが、全てが新鮮でした。いつもは DMM で公演を見ていたのですが、劇場で見るとこんなにも違って見えるんだなと驚きました。運よく上手2列目の端といういい席で見れたので、メンバーがとても近くに感じました。この日は人生初の応援うちわ、まいちゃんと書いたものを持って参戦しました。メンバーみんなのパフォーマンスがいつも以上に気合が入っているように感じて、とても楽しい公演でした。まいちゃんは全身を使って大きく踊っていて、とても目立っていましたよ。まどかはオーラがすごくて直視できませんでした。やった。お見送りでまいちゃんにうちわを見せると嬉しそうにしてくれて、私も嬉しかったです。次は博多の劇場にも行ってみたいと思います。それではお体に気をつけて頑張ってくださいということです。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、来てらっしゃらない方からでございますけれども、ね、こうやって公演の感想とかいただくと、2人はどうですか。なんかやりがいがありますね。ありますね。嬉しいね。でもこのファンの方は多分いつも握手会に、うん、なっちゃんの T シャツを着て来られるんですよ。え、覚えてるの、うん、はい、覚えてます。すごい。なんか記憶力が異常によって。ちょっと待って、なっちゃんのファンの方なのに T シャツを着てるのに、わざわざ新潟まで私のうちわを作って持ってきてくださったみたいで、はい、すごいね、嬉しいですね。嬉しいですね。はい、さあ、ということでそろそろお時間になりましたので、一曲お送りしましょうか。一曲お送りしましょう。 F まど HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどから淵上舞がお送りしています。あ、森ママ、こちらにお願いします。さて、本日最初のコーナーはこちら。森ママの聞いて差し上げても嬉しいですよ。芸能生活38年の森ママが番組リスナーである渡辺さんのあなたの相談を聞いて差し上げるコーナーです。森ママよ。ありがとう、みんなありがとう。これはキューなのか。森ママです。あ、森ママ、はい、お久しぶりです。そう、久しぶり、4ヶ月ぶりかな。はい、小雪ちゃんも今日はね、ちょっと一緒ということで。どうも、はじめまして、森ママ。うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。どんどんね、今日もお悩み解決していきましょう。はい。それでは、今日1通目のご相談です。渡辺さんネーム、たっくんさんからいただきました。こんばんは。自分は舞さんと同い年の19歳で、6月28日に誕生日を迎えるのですが、今年はその日を迎えるのが怖いんです。まだ子供でいたいんです。
年齢を重ねると誕生日が嫌になってくると言いますが、こんなにも早くそれを感じることになるとは思ってもいませんでした。まえさんはこのようなことを感じることはありますか？収録当日はキャナルシティに行ってると思うので、多分その辺にいますよ、というメールです。誰かしら？あら、たっくん。たっくん、はじめまして。たっくん19歳、同い年なんですか？ちょっともうちょっと上に見えるね。落ち着いてらっしゃいますね。大人っぽいですね。たっくん、これはまあちょっと難しいけど、はい、まあ、年を取ることによってで、それしか出ないツヤとかやっぱ色気とかが出てくるから。じゃあ森ママ、あれ森ママおいくつなんですか？森ママ50代なんです。そうなの。あ、そうでございますか。まあ、詳しく言えないんだけど。言えないんですね。じゃあ森ママからしたら19歳のたっくんは、うん、まだまだですよ。ですよね。もうお子ちゃま、まだまだお子ちゃまだそうです。そう、安心して大丈夫。森ママ、たっくんがすごい眼差しで見ています。ありがとう。じゃあまあ安心してて大丈夫ってことですね。全然大丈夫です。年を重ねることはツヤが出ていいと。そういうことです。かしこまりました。ありがとうございます。はい、はい、それでは次のご相談です。渡辺さんネーム博多っ子さんからいただきました。こんばんは。突然ですが森ママ聞いてください。はい、私は先週から新しく学校生活を始めました。今までの友達と別れてしまい、これから楽しく充実した学校生活を送ることができるかとても不安です。芸能生活38年の森ママは新しい場所での生活で不安になったことはありますか？またそのような時、周りの方との関わり方を教えてください、というご相談です。同じようなご相談を新生活を迎えた学生の渡辺さんからもいただいています。森ママどうすればいいですかね？まあそうね、まあ、不安な気持ちはね、まあ、みんな一緒ですから、はい、そうみんな一緒だと思ってポジティブに頑張っていくしかないんじゃないかなと思います。結構ざっくり当たり前のことを森ママ言ってますが、それがちょっと得意なんで。あ、得意なんで。ざっくりしたことをちょっと遠回しに言うのが得意なんで。あ、じゃあもうこの方に関しては以上ですか？まあそうね、まあそうね。すごい困る。一応まだ中学生みたいなんですけど。あ、中学生の人なの？中学生の女の子からですね。女の子か、はい、まだ私も今ちょっと緊張してるから、大丈夫大丈夫、緊張するのはみんな一緒。そうですよね。不安なのもみんな一緒だから。森ママ的にこう、はい、新しく友達を作っていくコツってあるんですか？まあやっぱりコミュニケーション能力が大事だよね。、うん、根本的問題。そうそうそう、やっぱり笑顔を絶やさない、挨拶を忘れない。あ、挨拶ですね。うん、それが大事かな、やっぱり、はい、業界でも。なるほど、業界でも。業界でもちょっとやらしい話になってきますが。38年ですからね。そうで、さすがでございます。先輩、ママ大先輩。はい、森ママありがとうございます。はい、じゃあ、はい、ざっくりとした答えが出たところで、はい、はい、それでは次のご相談です。渡辺さんネームりょったんさんからいただきました。こんばんは。こんばんは。森ママ、私の悩みを聞いてください。ご飯やお茶をするとき、お店の前にメニューサンプルが飾ってあるところがありますよね。うん、小さい頃からの癖で偽物だと分かっていてもつい触って確かめずにはいられません。ほぼ偽物なのですが、たまに本物があって、うんうん、お味噌汁やデザートの生クリームに指を突っ込んでしまい、切ない気持ちになります。社会人だし恥ずかしいので、やめる方法があれば教えてください、とのメールです。これめっちゃわかります。森ママ、森ママ まさかのわかります。森ママもしちゃう。めっちゃめっちゃわかる気持ち。え、森ママはどういうその食品サンプルがあったら触りたくなるんですか？やっぱりね、パフェとかね。ちょっと可愛くない？ちょっと可愛くないですか？そう、上に桜もとかどうですか、森ママ？もう気になるね、気になってしょうがない。桜もの場合ちょっと房がね、あの本物かどうか分かりづらいのよ。すごい緻密にね、作られてるやつとかあるから。じゃあ森ママもついつい触っちゃうタイプでございますか？触っちゃうよね、やっぱり。偽物か本物か見極めるのはやっぱ大事だから。どの、いや多分偽物だと思うんですけど。そうですか。じゃあどうしたらいいですかね、うん、このりょったんさんは。やめるためには、やめるためにはやめなくてもいいんじゃないの、これは。そうきましたか。やめなくてもいいよ、一緒にしよう。一緒に、森ママもするから。うん、一緒に触ろう。触ろう。うん、あ、それでいいと思うよ。なるほど。なるほどなるほど。しっくりこない、あんまり。え、まいちゃんはどう、触る？触っちゃいます。あ、
やっぱみんな触っちゃうんだね、はいはい、でも時々本物だったりしますよ ね、あの定食とかね、意外とね、田舎の方に行くとよくあるよね、はい、だからちょっと頑張って触ってないふりをしてごまかします、いつも。あ、じゃあパンって一瞬だけ触るんだ。はい、ちょっと手についちゃって、あみたいな。なっちゃうこと多いですね。あれ、どうします、じゃあこのお悩みは。なんか、やっぱり触っても触ってなくてもあんまり関係がない、なんか小ネギとか、小ネギそういうのを中心に触っていったらあんまりなんか分かんなくない、あんまりタレとかつかないからさ。確かに、うん、影響がないやつを触りましょう。影響がないやつ、はい、はい、触っても影響がないやつはじゃあ、うん、触ってもいいと。いいです。じゃあ森ママもこれからも触っていかれますか。触っていく方向で頑張ります。ということでございます。あの森ママのこの聞いて差し上げてもよろしいですわよっていうコーナーはすごい斬新ですね、うん、ほとんど解決せずに終わっていくっていう最高です。森ママ恒例ですよね。褒めてますよね。褒めてます。すごくリスペクトです。リスペクトしてます。ありがとうございます。さすが森ママでございました。はい、森ママ今日もありがとうございました。メロンちゃんにメロメロ。渡辺さんネームコナンドリルさんからいただきました。私だけ見てくれないと僕だよ。HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかのまどから森安まどかと渕上舞と小雪がお送りしています。続いてのコーナーはこちら、まどかのダジャレクラブ。イエーイ。私たち HKT48 のメンバーがひたすらダジャレを繰り出してダジャレを楽しむというコーナーです。東京モノレール、いつでも乗れる、よくないですか。あれちょっとざわついた。いろんな意味でざわついてますが、本当に人がいるのに。今日のね、自慢のダジャレを早速紹介します。渡辺さんネーム、 3000m10 分台で走る高校生さんからいただきました。僕はラップが趣味なので言い回しができます。今回は文章で長いダジャレをしてほしいです。つまり単語だけでなく、髪のピン、新ピン、窓か食事用返品、顔すっぴん、みおちゃんにデコピン、お茶を飲むおっちゃんとかです。窓ちゃん俺やばくね。あれあれどう、あれ、え、私がしらけたみたいになって。え、私じゃないんで。まどかじゃないもんね。ないです。ひどすごい空気になっておりますけれども、これ長いのって難しいね。難しいです、ね、なんかラップ風に言わなきゃいけないみたいな感じなんですかね。難しいね。やってみてください。え、ちょ、え、むちゃぶり。どうしよう。じゃあちょっといくね。お、お願いします。この今日の公開収録一緒に楽しんでいきたいと思いたい。小雪さんたちとまいちゃんと楽しんでいきたい。上手じゃないですか。いや、あの感想を言っただけですよね。たいたい、まあたいがかかってたっていうことにしますか。そうですね。韻を踏んでる、ちゃんと韻を踏んでる、はい、ということで皆さんよろしいですか。ですね。みんな優しい。ありがとうございます。はい、ということで、今週のお題です。渡辺さんネーム、あひるさんからいただきました。お仕事で東京にいることも多いかと思いますが、東京の地理にはもう慣れましたか。東京都23区ダジャレ行ってみましょう。お、練馬区で作戦を練ります。葛飾区で葛飾。おすごい空気になるね。いやねー、皆さん笑ってますか。大丈夫ですか。これどうしますか。じゃあ誰から行きますか。東京23区か。難しいね。ダジャレクイーンは最後に取っとく。ハードル上げますね。取っときます。どうしようか。じゃあまいちゃんから行く。うん、まいちゃん、じゃあはい、行きますよ。はい、北区に来たー。曲がったね、この間が。あー、しびれるねー。なるほどね。じゃあどうしようか。もう、やだ、言いたくないこれ。じゃあ次、お願いします。お願いします。じゃあ私行きますよ、はい、私、渾身の、私ダジャレそんなに得意じゃないんですけど、渾身の、行きますよ、はい、行きますよ。大田区におったと。おダメだこれ。あー、ダメだ、嫌だ、もう帰りたい。かわいいです。これ窓か、いやー、ちょっと鳥お願いしてもいいですか。難しいです
ですね。ずっと小雪さんに言ってもらいたいです。なんか、ね、可愛い、本当に可愛いです。どこがですか。いやもうダメです、私考えたの2個しかないから全然思いつかんかったから。じゃあ、どうしましょうかね。どうしますか。2代目 FM 福岡ダジャレクイーンのまどかさん、じゃあ行きます。しぶしぶ渋谷に行こうよ。どうですか本当にダジャレクイーンダジャレクイーンですしぶ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 渋谷に行こうよ。なるほど、これは皆さんどうでございますか。あ、お、ありがとうございます。だそうです。はい、ということで、え、ダジャレはもうこんな感じ大丈夫。まいちゃんは他にまだまだもう一つディレクターさんがディレクターがもう一個行けって言ってる、もう一個行けって。やっぱね、まどかが行った方がいいですかね。ちょっと待ってください。え、じゃあちょっとね、行きますか、あら、川に住んでる荒川さんですか。おどうですか、なかなか良くないですか。わ、一番盛り上がってるよ。もう一個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 広くないですか。いけるいける。じゃあね、行きますね。はい、あれ、そこにいるのは江戸川区の江戸川コナン君じゃない。え、どうですか。さすがですね。いいぞ、まどか、好きなんで。いいですね、いいですね盛り上がったところで終わっとこうか。はい、ということで、それではここで一曲お送りします。HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかの窓から。送り先のメールアドレスは hkt48@fmfukuoka.jp、 hkt 数字の4と8@fmfukuoka.jp です。 HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかの窓から、森安まどかと淵上舞と小雪がお送りしています。続いてのコーナーはこちら、今週の一番推し。イエーイ。このコーナーでは皆さんからいただいたおすすめのエンタメ情報を私森安まどかが紹介して、みんなでわあ面白そうというコーナーですすごい棒読みだったけど、みんな聞いてる皆さんがわあ面白そうだなって思えるようなコーナーということでございますか。わあ面白そうはい、ということなんですけれども、今日はせっかくの公開収録なので、はい、で、そしてですね、ここキャナルシティでもイベントが行われているということもあって、私森安まどかのとっておきの一番推しを紹介していこうと思います。やったー。あさって23日土曜日にはこのステージにも登場するあのキャラクターが出てくる、あれです。あれ、さっきも出てきた。そうなんですよもうね、今週はちょっと森安まどかの一番推しということで、はい、名探偵コナンについてね、ちょっとお話していきたいと思います。イエーイ、はい、イエーイ、盛り上がってます聞きたいですよね、聞きたいですよね。あ、よかった、ありがとうございます。はい、まあちょっとあらすじからね、知らない人のために、はい、紹介していきたいんですけど、まず黒の組織によって体を小さくされてしまった高校生探偵の工藤新一がですね、はい、江戸川コナンと名乗って組織の行方を追いながら数々の事件を解決していくという、そういう活躍を描いた作品なんですね。はい、作者は青山剛昌さんです。本当は剛昌じゃなくて違う読みで本名なんですけど、うん、そう、あの芸名みたいな感じで活躍されてるんですよね。はい、まず登場人物の説明。江戸川コナンは小学生探偵として事件を解決していく名探偵です。本来は高校生探偵として名を馳せていたが、ちょっと待って、めっちゃ読んでる感出ちゃう。あのねめっちゃ頑張って原稿作ってるじゃんもうやる気満々なんです。すごい手書きでめっちゃ書いてるね。そうですね、これ自分でちゃんと調べたんだ、はい、なんかまとめました、今までなんか見てきたやつを、うんうん、愛を愛を詰めてます、ここに。まどかはさ、そのコナンが好きになったきっかけは何だったんですか。はい、好きになったきっかけですか、うん、あのアニメだったんですよね、うんうん、あの本当はあの漫画から始まって、でアニメ劇場版っていう感じで今すごい人気なんですけど、私はアニメで小学生の頃にずっと見てて、うんうん、
でなんかどんどんハマっていっちゃってすごい好きになっちゃいましたね一番好きなキャラクターは服部平次なんですよ服部平次なんですそうなんですねえ、待ってえ、コナン君じゃないんですか。コナン君でも怪盗キッドでもなく服部平次なんですあのすいません、服部平次さんを知らない方のために、服部平次さんはどういう方なんですか。西の高校生探偵なんですよでもともと工藤新一とそのついになって、うん、ライバルって言ってもいいんですね。あの服部の方からは親友と呼んでるぐらいなんですけど、なんか正反対なんですよね、結構性格とかも。コナン君と、うん、え、どういう性格なんですか、その服部さんは。すごい関西人、ザ関西人、熱いです、めちゃくちゃ。どんな喋り方せやかで工藤って言いますわかりますよね、見てる人は。すごい頷いてらっしゃる。関西弁なんですよ、せやかで工藤って言いますね。それがやっぱいつも喋る時の頭にくるようなセリフなんだ。そうなんですね。なんか工藤新一のことが、あの、あ、違う、間違えた、コナンのことを工藤新一ってバレちゃいけないじゃないですか、うんうん、なのにおい工藤とか呼んじゃうんですよ、小学生の姿のコナンに向かって、うんうん、あ、もう知ってるんですね。ストレートなんです。そうそうそう、知ってるの。そうなんですよ。そうか、そう、数少ない人物、コナンの正体を知ってる。なるほど、じゃあ、うん、その服部さんは、うん、工藤って言っちゃうぐらい、うん、本当に仲が良くって、はい、仲いいですね。え、どういう性格なんですか、服部さんは。服部さんですか。だから本当に熱くてドストレートですね。で、あの幼なじみのカズハって女の子がいるんですよ、遠山カズハちゃん私その二人のコンビが大好きで本当に好きなんですよ。カズハといる時の平次が好きなんですよもう本当にいろんな。そのカズハちゃんといる時はどうなってるんですか。もうなんかたまにちょっとなんか名言とか言います。どういう名言。私が一番好きな人魚の住む島のお話があるんですけど、そこで結構大ピンチに陥るわけですよ。崖からちょっと落ちそうになって、うん、カズハが、うん、その時に話したら殺すぞみたいなそういうこと言うんです。で、あとで後々なんかこの女絶対に知らせたらあかんってなみたいな思ったんやでみたいなこと言うんですよ一人で盛り上がってる。本当にかっこいいんです。すごい生き生きしてますね本当にかっこいいんです。見てください、本当に本当に見てください。あの、あれなんだね、私はてっきりまどかはコナン君が好きだと思ってました、はい、やっぱりでも人気があるのは、はい、キッド様とか、うん、新一とかキッド様、はい、うん、そこら辺が多いですね、はい、キッド様って言いません。私その子の影響でもう絶対キッド様って呼んじゃうんですよその子っていう女の子も出てくるんですけど。なるほど、もう本当に喋ってる時生き生きしてますね本当にもうまどかがさ、今日せっかく今日のために書いてきた、はい、その資料たちはもう全く意味がなくなっちゃってすごいな。そうなんだ、はい、じゃあその服部さんのことが一番好きなんだね、はい、一番好きですね。で、映画もいろいろあるんですけど、ほうほうほう、その中でも私の一押しは迷宮のクロスロードっていう、うん、あのもう本当に主役張りの扱いなんですよ、平次が。関西すごい京都が舞台で本当に興奮してる、俺の出番だよみたいな感じですごい大活躍するんで、それは絶対見てほしいし、うん、今あの20作目で純国のナイテメアっていうやつ今やってるじゃないですか。私まだ見てないんですけど、もう早く見に行きたいんです。本当に本当に早く見に行きたい今日一いい笑顔してますもうそこ行きたいです。早くキャナルの映画館ね、映画館行きたいはい、さっきからずっとテーブルが揺れてますけどねまどちゃんがテーブルをずっとすいません、はい、大興奮でございますね。本当に好きなんですよ。そうか、はい、じゃあちょっとそろそろ時間になっちゃいました。でコナン君っていうよりも、はい、服部君に対する思いを一言ぜひお願いいたします。大好きやで服部告白しちゃった F 窓HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどから森安まどかと渕上舞と小雪がお送りしています。次のコーナーはこちら、渡辺さんからの挑戦、イエーイF まどのリスナー渡辺さんからいただいたクイズや謎々をもとに、私たち HKT48 のメンバーがその謎を徹底的に究明していきます。見た目はアイドル、頭脳は大人、その名は名探偵マドカ。もう言った後のドヤ顔が半端ないですよね
さあそれでは早速問題です。はい、渡辺さんネームロンアルさんからいただきました。今回はなぞなぞで挑戦します。問題。1. 怠け者。 2. チーター。 3. ゴリラ。 4. サイ。以上の4頭でヤフオクドームダイヤモンド一周レースを行いました。レースは意外な結末となり、はあこうなるかという観衆の声があちらこちらで上がりました。さて4番目にゴールをしたのはどの動物でしょうか。お二人考えてください。全然わかんない。わかんない。え、そのまんまでいいんですかね。でもこうなるか。え、どういうこと、どういうこと。え、わかりました。シンキングタイムですよ。でも謎々ですもんね。そうそうそう。へえ、全然わかんない。全然わかんないです。え、どこがヒントですか。え、ヤフオクドームダイヤモンド一周レース。そこ全然関係ないです。そこ全然関係ない。あの会場の皆さんはなんとなくわかりました。まだ答え言わないでくださいね。わかった。こうなるか。こうなるか。ふんふんふん。こう、あ、こうなるか。え、こうなるか。こうなるか。こうなる、あ、こうなるか。うん、こうなるか。わかんない。こうなるか。くこうなるか。わかんないか。本当に分かってないね。本当に分かんない。え、分かりました。タックン分かった。分かんない。分かんない、タックン分かんない。え、動物は怠け者、チーター、ゴリラ、サイ。4番目にゴールしたのはどの動物でしょうか。分かんない。じゃあ行きましょうか。ヒント、ヒント、ヒント、ヒント。こ、あ、こ、え、こうなるか。うん、え、こうなるか。こうなるか。今すごい動きでやってるけど。こうなるか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 。突っ込んだ。いいとこ行ってる。え、なんでやねん。なんでやねん。突っ込み。まいちゃんなんでやねんってずっと言ってるけど。なんでやねんがなんかもじってるのかなと。いいんだよ、いいんだよ。突っ込み、突っ込みいい線いってますよ。突っ込み。うん、非常にいいですよ。なに、なに。突っ込み。つが混んであるやつかと思ったけど違いますね。じゃあ何番かその言ってみて、理由も。チーター。お、なんでチーターですか。お前が4番手かよみたいな。ちょっと待って。おい、みたいな。ひどいひどい。それリアルな動物の種類じゃん。チーター早いけどさ。早いからみたいな。なるほどね。あー、違う、うんうん、なるほどね。じゃあまいちゃんは、え、1番の怠け者。お、どうしてですか。なんでだろう。なんか、うん、こうなるかで、うん、なんか響きが似てるか。待って、嘘。ちょっと言ってみて。こう、まずこうなるか言って。こうなるか。怠け者は。怠け者。あ、文字数。言い方それ。文字数だけでしたね。まいちゃん言い方。わかんない。ということで正解を発表したいと思います。正解は4番のサイでした。なんでですか。なぜならば。サイにツッコミをすると、サイ界。なるほど、サイ界。じゃあなんでやねんの時点でダメだったってことですね。そうなんだよ、まいちゃん惜しかったね。だからツッコミをすごいいい線いってたんですよ。すごいね、これ考えた人。サイ界、再会。これね、多分今日リスナーの皆さんは大体分かってたと思う。分かってました。分かって、本当かな。再会ということで、正解は4番でございました。はい。メロンちゃんにメロメロ。渡辺さんネームドアノブさんからいただきました。ドライバーの皆さん、いつも運転お疲れ様だろ。HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から、森安窓かと藤上舞と小雪がお送りしています。お次のコーナーはこちら、 F 窓グルメ研究所。イエーイ。このコーナーでは皆さんの日常の食卓にまつわる疑問やちょっとした工夫をはじめ、世界中の食にまつわる風習などを HKT48 メンバーが聞いて
へーというコーナーです。渡辺さんネーム、札幌在住ほぼ在宅博多推し流行ったさんからいただきました。森ぽちゃん、まいちゃん、そして小雪さん、こんばんは。こんばんは。皆さんいろいろとご当地グルメを紹介されていますが、遠く離れた北海道からも北海道ならではのちょっとびっくりな食をレポートします。あ、森ぽちゃん、あんまりびっくりして北海道の食にショックなんて言わないでくださいね。やばやばってはい、ですね、まず北海道のジャガバターにはイカの塩辛が乗っている、うん、イカの塩辛とバターのマリアージュが最高。それがホクホクのジャガイモのステージでまろやかなパフォーマンスを広げるのです。うん、この足生かすで。ダジャレがちょいちょい、ね、気になりますね。ちょっと、うん、何とも言えないですけどダジャレがちょいちょいですね、はい、これでもジャガーバターにはイカの塩辛乗ってますもんね、北海道。知らないです。私食べたことありますよ。美味しいですか？美味しいです。お二人はまだお酒が飲めない年齢ですけどお酒に合いますね、皆さん。そう、美味しゅうございますよ、これ。はい、はい、次です。北海道の冬至かぼちゃにはあんこが乗っている。冬至になるとかぼちゃを食べるのは全国同じだと思いますが、北海道の冬至かぼちゃにはあんこが乗っていて、もう和スイーツ状態です。うん、かぼちゃにあんこを冬至るぜ。いや、すごいですね。すごいノリノリ。すごい、ノリノリ。はい、最後に北海道のお花見ではコンロと鍋を持ってきてジンギスカンをやる。もうお花見のお弁当とかそういうんじゃなくてその場で輪になってジンギスカンですよ。今では禁止されているところもありますが、学校の運動会のお昼に観覧席のあちこちでコンロを持ち込んでジンギスカンしているのも珍しくないのです。羊肉だけにまあとんでもない。マートン、マトン、あ、羊肉。うん、羊肉って言わないですね、ごめんなさい。はい、とりあえず3つほどレポートしました。好評ならばまたリポートしますね。ではスタジオの森ぽちゃんにお返ししますということです。なるほど。かぼちゃにあんこ、聞いたことないです ね、 ね。かぼちゃにあんこってどんなイメージですか？でもあんこって、うん、スイーツって感じなんで、うん、かぼちゃ合うんですね。ねえ、すごい不思議な感覚。なんせこう3人ともそれを食べたことがないから結論が想像でもそうなんでしょうねっていうね。うんうんうん。じゃあちょっと最後のジンギスカン、これ気になります ね、 ねびっくり。でもお花見でさ、うん、鍋を持って行ってジンギスカンやるって楽しそうじゃないですか。楽しみ、楽しみするよ。やるんかい。するって、なんか運動会のっていうのがね、びっくりじゃないですか。今でもあるのかな、どうなんでしょうか。危なそう。どうですか、そのメンバーでお花見したりとかするんですか？今年しなかったね。してないですよね。ちょうどなんかその時期、うん、出張公演とかで他の地域に行ってたりしてるし、あと雨降っちゃって、ね、結構早く散っちゃったじゃないですか、うんうんうん、それで行けなかったんですけど。そっか、はい、2人は北海道はどれぐらい行ったことがあるんですか？2回？ 2、3回ぐらい。な、何食べたその時？ちょっと待って、ファンの皆さん2回 ?3 回って。いや、それ知ってるかもしれないけど、私より知ってると思う。その時は何を食べました？北海道の食は。ジンギスカン食べました。おお、食べた？どうでした？なんか、うん、やっぱ違いますね、本番は。何と違った？いやなんかイメージしてたより、うん、すごく食べやすかったです。少し癖がある感じがしてたんですけど、うんうんうん、美味しかったです。おお、ジンギスカン食べたり他はと海鮮食べました。あー、はい、北海道間違いないですね、はい、なんかお弁当じゃなくて、うん、海鮮丼がお昼ご飯として出されて、うん、すごい美味しかったです。どんな海鮮が乗ってたんですか？いや、イクラとか、うん、イカとかマグロ、うん、とか、もう本当にたっぷり。美味しかった？はい、ご飯をおかわりしたいぐらいでした。やっぱ北海道って言ったら美味しいもんね。お魚が美味しいイメージです ね、 ね。なんか2人はこう北海道の甘いものとか食べてないんですか？なんだろう、なんかさ、うん、さつまいも、さつまい、いや違う、じゃがいもだわ。じゃがバターそれこそ食べました。あ、食べたんかい。塩辛は乗ってなかったです。塩辛は乗ってなかったけど、はい、じゃがバター食べたんだ。食べました。どうでしたか？ね、美味しいね。思ったより甘くなくて、うんうんうん、すごいバターの塩気が美味しかったです。なんかじゃがいも褒めて。いや、バターもいいけどじゃがいもも褒めて。すいません、じゃがいもありきですからね。
申し訳ない。いやー、ほんと、いやいいですね、ほんとね。うん。他になんか北海道の食って言ったら、これだなって思い浮かぶのありますか？なんかお土産で、うん、あのキャラメル、あー生キャラメル、うんうん、いつも買って帰ります、はいはい、あー、美味しい、はい、この間も、うん、友永美桜ちゃんがお土産で買ってきてくれて、うん、買ってたね、すごい、みんなですごい、もう奪い合いみんなで食べました。あ、そうなんですか。花畑牧場の生キャラメルかな。そうです、なんか丸い、なんか箱に入ってて、なんか昔ながらの包み紙で、食べたことある人、おー、いっぱい、結構いらっしゃる。何年か前にめちゃくちゃ流行って、ねえ、それからね、ブームになっておりますけれども、生キャラメルも美味しいね。美味しいですね。二人とも味噌ラーメンとかは食べてない？なんか北海道では食べたことないですね。あ、そうか、じゃあいっか。いやいや、食べたことあるやつがいいかなと思って。さあ、ということで、まあ、今回は北海道の食についてお話を3人でしていきましたけれども、はい、じゃあ曲いきましょうかね、そろそろ、はい、それでは1曲お送りします。 F 窓。さて皆さん、お待たせいたしました。本日のメインイベント、ステージにあるのはなんだかお分かりですね。そう、ピアノでございます。イエーイ、やっぱりまどかといえば、まあ、某テレビ番組でね、あのてっぺんを獲得いたしました。ピアノの腕前でもおなじみ。いやいや、ね、そして実はまいちゃんにもこんなメッセージが来ています。はい、渡辺さんネーム、おしまいからはじめようさんからいただきました。まいちゃんがゲストと聞いて、ぜひ質問したいことがありメールをします。はい、まいちゃんは作曲ができるとのことですが、え、はい、作曲を始めたきっかけは何でしたか？何か影響を受けたミュージシャンや作曲家がいたのでしょうか？僕はいつかまいちゃんが書いた曲が HKT のシングルに入るといいなと思っています。そしてまいちゃんの少し鼻にかかった可愛い歌声も大好きです。まいちゃんからのモバメや笑顔にいつも癒されています。これからも個性を生かし、体に気をつけて頑張ってくださいね、ということなんですけど、まいちゃん作曲、はい、すごい。なんか小さい頃からピアノを習ってて、うん、今はもう弾いてないんですけど、はい、でもあのピアノのレッスンのカリキュラムに作曲がありました。へえ、それで作曲をしてたんですか？はい、そんなに大した作曲じゃないんですけど。え、何曲ぐらい今まで作ったんですか？え、でもちゃんと1曲丸々作ったのは、うん、あの小学生の時に1曲作りました。小学生の時に作ったの？はい、じゃあ作曲してそれに歌詞をつけたりするんですか？いや、もうピアノだけで。おー、はい、ちょっと弾き語りって難しいんですよ。あ、そうなの？難しくないですか？難しいよね。はい、だからそうなんだ。そうなんです。へえー、じゃあもしかして舞ちゃんが作曲した曲がね、シングルになったら、素晴らしいですよね。素晴らしいですね。なんか昔はあの村重さんが考えたグイグイ選抜っていうやつの、はい、あの皆さん覚えてますよね。それのなんか曲を作曲するみたいな。最初まどちゃんが、そう、私がやろうとしてたんですけど、うんうん、あまりにもできなさすぎて、はい、もう無理ぽって言って、私が無理ぽ無理ぽって言ったんですよ。で、私にちょっといろいろ飛んできまして、そう、まあ、結局ね、なんかあ、完成したんだっけ、あれ。いや、なんかちょっと考えたんですけど、やっぱりあの元々の曲に合わせるのが難しくて断念しました。歌詞歩きだったもんね。そうなんですもん。はい、そっか、でもまあ、これから何か機会があったらね、はい、みんなで作曲作詞とかもね、楽しそうですよね。ファンの皆さんちょっといいんじゃないですか。楽しみですよね。うん。ぜひね、そういう機会があったらいいなと思うのと、はい、やはり今日はこのステージ上にピアノがございますので、まどかに1曲を弾いてもらいたいと思います。やったー。何を弾きますか？何ですかね、うん、何ですかねっていうか、この間までやってたツアーで弾いてた、はい、オリジナルの曲を弾きたいと思います。おじゃあまどか、準備の方お願いいたします。ここで初注意なんですけれども、皆さん改めましてカメラでの撮影とかね、録画とかね、録音は禁止とさせてください。よろしくお願いします。さあ、今まどかがピアノの前に座りました。おお、かっこいい。かっこいいね。全然全然ってしてるけど、かっこいいよ。まどか、準備は大丈夫ですか？
OK です。さあそれではまどかちゃんに1曲を弾いていただきたいと思います。皆さん拍手をどうぞ。いや、すごいね。すごくないですね。すごいですよね。全然。ありがとうございます。いやめっちゃかっこよかった。さっきの森ママと全然違う。本当にもうあれ、この時間内でこんなに変わるのが、やっぱ目がキュッと真剣になりましたね。いやなんかピアノ弾くときでも怖い顔になっちゃうんですね。いやめっちゃ真面目な顔して弾きます。それ恥ずかしい。それバッチリ見させていただきました、はい、いや素晴らしかったです。改めてまどかちゃんありがとうございました。ありがとうございました。本当に時間が過ぎるのはねあっという間ですけれども、はい、もう番組エンディングのお時間になってしまいました。早かったね。寂しいですね。ダメ時間がね、まいちゃん、はい、ラジオ時間が決まっておりますんでね、まさかここでやるとはねえ、はい、いやでも楽しかったですね。あっという間でございましたけれども、楽しかったです、ね、楽しかったです。久しぶりに小雪さんにお会いできたんで本当ありがとうございました。めっちゃ嬉しかったです。いやこちらこそでございますねえ、いつもテレビで見てます、はい、こちらこそ最後の最後になんだよこれ。いやねでもこうやってね、ファンの皆さんの目の前で、まあ、ラジオをやるっていうのは、うん、二人はどうでしたか。なんか新鮮でしたね。すごい新鮮でした。なんかちょっと恥ずかしかったですね、いつも見せない裏側みたいなのが。でもすごい反応とかその場で確かめれてすごい面白かったです、うん、そうだね、はい、よかったですね。さあそれでは皆さん本当に今日ありがとうございました。ありがとうございます。エンディングでございます。はい、というわけで F マドモではあなたからのメッセージを募集しています。各コーナー宛てでも、各コーナー宛てにも各コーナー宛てにもぜひメッセージを送ってください。メールアドレスは hkt48@fmfukuoka.jp hkt 数字の4と8@fmfukuoka.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしてます。HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかのまどから、お相手は森安まどかと週替わりメンバーの淵上舞と小雪でした。バイバイ。